軸を隠す感じなんだ。そう、まあまあ、巻く感じ。おら、やろうぜ、やろうぜ。うぃー、やろうぜ。おいー。今、常に糸を張ることで、当たりをしっかり出させて。おわ、そう、おっしょー。無限立ち往生地獄。おはようございます。ダイワフィールドテスターの高槻さとしです、今日はですね、兵庫県の須磨にある清和丸さんから、大阪の天矢太刀魚に来ています。で、今日はですね、天矢太刀魚の数釣りのエキスパートのゲストをお呼びしてます。この方です。おなじみ西村浩太です。まず今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう朝からここは神戸沖。そうだね、今日は神戸沖に来て、はい、これからまあ、数が釣れるシーズンなんで、豪太くんの数釣りのスタイルっていうのをですね、丸裸にしていきたいと思います。今日まず、はじめ、タックルは、はい、極栄太刀魚の天矢 SP の82182ですね。あと、リードは新木210、はい、P が2号です。で、40号のノーマルタイプのイエローゼブラの赤エラ、これ大阪湾で結構人気の色なんでやってます。古く言うと、うん、タチウオの、この天矢のタチウオの釣りって本当に長い3メートルぐらいの竿に本当大きい電動リールで太いピーをつけて、はいはい、ホルダーに置いてゆっくり巻きながら当たりを巻く釣りみたいな釣りだったのね。で、まあ、その釣りからダイバがすごいこう先調子で感度のいい竿を出したりとか、うん、電動リールも小型になって、はいはいはい、糸も強くなって、はいで、こうタックルが進化していくと、もちろん感度が良くなって、うん、手持ちもできるようになるし、うん、まあ、その中でどうすると当たりが増えるだろうっていう風に考えていくと、糸を張る方がいいのか、うん、とかこうアクションさせた方がいいのか、うん、そんな風に考えていくと今のこのジャーク&スローに行き着いた感じで。ジャーク&スローっていうのはもうざっくり言うとどういう釣り方？基本的には電動リールを微速巻きしながら、うんうん、ジャークジャークしゃくりを入れてアピールして積極的に誘っていくような釣りやね、はいはいはい、もう天矢自体はもうゆっくり上がりながら時々キュンキュンって動くような、そう、そういう感じで、まあ、常に糸を張ることで当たりをしっかり出さして、うん、はいはい、下から覆わせながら当たりを取るみたいなイメージです。まあ、棚の決め方って結構難しい、うん、はいはいはい、あの浮く時もあるんで、うんうん、ですけど、まあ、まずポイントついたらそこから探ってもらった方が、そこから探ってまずは当たりが出る棚がどこかっていうのを探る感じで、どんどんまあ棚を少しでも浅い方にずらしていくようなイメージでやっていきます。はいはいはい、やっぱその浅くなればなるほど、浅い棚を見つければ見つけるほどやっぱメリットみたいなのが、そう、やっぱ手返しが上がるっていうこと、手返しね、はい、あとただまあ当たりが一番出る芯みたいなのもあるんで、うん、はいはい、まあ、その中で一番上を取る、なるほど、ね、上を探せばいくらでもいるんやろうけど、はい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 、結局当たりが出るのが遅いと取り込む数が減っちゃうんで、はいはい、まずは一番当たりを出すのにはどの水深探ればいいかというのが大事かなと思います。朝一このジャーク&スローで様子を見る時のルーティンみたいなやつって、ジャークは2回ぐらい、そう、まあ、2回からワンピッチとかハーフピッチ混ぜながら2回から3回、2回から3回で大体5秒ぐらい、スローが5秒、5秒ぐらい、はいはい、でまあ活性が高い上だとどんどん巻きスピードだったりとか、こうハンドルの動かし方も激しく速くなっていくし、活性が低ければスローにしていくような、で当たりが出たら少しスロー気味にしたりとか、ハンドルの移動もハーフピッチに変えたりとかしながら、探るときはワンピッチだけど当たりが出たらハーフピッチにする、4分の1になったりとかクォーターにしたりとか、ここやっぱこう当たったからってワンピッチにしちゃっていくとどんどん上に上がってこうついてこないかもしれないみたいな、活性が高いときはねいいけど、うん、今そんなに多分高くない気がするから、ただ朝一はやっぱりちょっと状況みたいにどんどん動かした方が、はいはい、棚も広く探れるんで、今電動のスローで5とか6ぐらい、5とか6、お祭りってね一番時間のロスだと思うんで、はい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 、夏のこのエリア本当に二枚塩が結構えぐい、夏雨多かったり、今もね
水面こうやって濁ってますけど、ね、うん、上潮だけ流れてみたいになっちゃうんで、はいはい、しっかりサミングしながら、はい、釣りしてもらって落としてもらった方がいいんで、はいはい、その辺はまあお互いね気持ちよく釣りする意味でも大事かなと思いますんで、うおー、ツキツキで、冬の渋い時期なんかはやっぱり一匹ずつ大事にした方がいいけど、はいはいはい、こういう時期はねどんどん合わせて、ね、また合わせが誘いになる。そっかそっか、もうちょっとしたフェンっていう跳ね上げも誘いになるから、うん、空振りしても追っかけてくれると。おい、うん、おー、痛い、痛かかった。待つんじゃなくてかけてかけて、はいはい、あれでもやっぱね、こういう時期なんか追いかけてくれるんで、うん、ほら、かからんわ。ほら、このサイズ。これですよ、これ。わざわざ小さいですけど。これはちっちゃいね。おたくん、もう2回目はもうさっき当たった棚ぐらいからスタート。50で来たんですね。50からもうスタートしたの。おー、当たった。もう今のは結構激しめの釣り上げだったね。しっかり。おたくんさ、巻き上げのスピードは？今もう25ぐらい。25。もうかなり範囲に近いような、肩が小さくてかかりどころがいいときはもう、はいはい、どんどん勝負して、はいはいはい、もうこれも手返しの一つのポイントだね。よいしょ、あ、いいとこかかってますね。合わせの幅ってどんぐらいにしてる？硬い竿だったら、うん、まあ水平からやや下ぐらいの竿角度で待ってるから、うんうんうん、もうこれぐらい、はい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 、50センチないぐらいって感じ。そう、5、60センチ、50センチって感じね。やっぱり基本的にはこうある程度張りがある竿、硬い竿の方が多分風釣り向くんですけど、はいはいはい、その竿だったらもう50センチ動かしてあれば点矢がしっかり50センチ動くことを思えば合わせの幅も小さくて済む、はいはいはい、やっぱ大合わせになっちゃうとせっかく追ってきてくれた魚があれあれどこ行ったってなっちゃうってことなんだね。うわー、いい当たり、強い、おい、今のをバーンって持ち上げたね。もう下からバーンと持ち上げた。8人はね、うん、結構こうかけるだけだった9位が個人的には好みなんですけど、8人はかかるとこうやって結構ふーっと曲がり込むんで、バラシはやや少ない、はい、1本で勝負するなら間違いなく8人、はい、特にこの曲名とかはおすすめです。やっぱちょっと大きそうだなって思ったらジョグのスピードも25とかじゃなくて、うん、まあ19やけど、20ぐらいで、20ぐらいでね。おー、 OK、 さすがです。まあでもミドルも本当いいとこかかるね。ああ、もうほっぺたのね、ちりいいとこかかってるね。狙い通りです。素晴らしい。もう立ち魚釣りって多分パターンフィッシングで、はい、いかにこう再現性を高めるかみたいな釣りだと思うんで、へへへまさに再現性ですわ。はい、やった、このパターンですね。今ずっとあの朝からイワシ使ってきましたけど、うん、どうしてもやっぱ釣ると消耗しちゃう、はいはい、で、まあ、特にこういう冷凍のイワシはこうなりがちなんで、うん、一つは結構塩で締めたやつを使うパターン、ほほほほか、もうサンマ、数釣りた人はやっぱサンマの人が多いですね。サンマなんだね。ちょっとサンマに変えてみましょう、はい、これサンマの半身ですね、はいはい、で基本的にはもうミドルフックだったら、うん、斜めに真ん中あたり半分に切ってもらって、うん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 、少しでもここから出てれば、はい、中に入っちゃうとやっぱ厳しいですけど、少し出てれば十分当たり出ますんで、こんな感じで出てれば、あとまあ巻いてもらえればです。イワシの場合は後ろで巻き終わりますけど、はいはい、サンマの場合は私いつももう巻き返して、よいしょ、これ止めてます。で、下の合いで止める、うん、なんかね、この軸を隠す感じなんだね。そう、まあ、巻く感じ、はい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 、ですね。なんせここからイワシの尻尾もそう、イワシもここから内側に入るとやっぱ当たり出づらくなるので、はいはいはい、少しでも外に出てれば、なるほどね、 OK です。活性も高いんで巻きも今6で、うん、6、おい、立った、おいおい、このジャーカンドスローもスローのメリットで、はいはい、イグイの当たりは必然的に勝手に巻いていくんで、はいはい、抑え込む当たりにつながる。あ、やっぱこう多分イグイって分かってない人が多いんですよね、はいはいはい、他の人が釣りをこう拝見してるとどうしても、ね、でもちろん止めてればね、やっぱり向こうも止まってるから、はいはいはい、立ちも割とじっとしてるのうまい、なるほどね、キレが長くてうまい魚なので、しっかり追わせて当たりを出せるっていうメリットと、うん、そのイグイの当たりでも結果的に抑え込みの当たりにつながる、はい、変わるっていう
この2つのメリットが結構この釣りは大きいし、結果的に当たりの数を認識できる数が、なんかめちゃくちゃいろんなメリットが詰まった釣り方だね。そうで、まあ合理的にで結構こうアジャストも効く。おお、ほほほ、ね、前段でも言いましたけど、はい、活性が高ければ低ければ、はい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 、どうしていくっていうことが選んでいける、はいはい、なるほど。活性が高ければこう、こうワンピッチジャークにしたり、はい、こうしゃくり自体も強くする、はいはい、で逆に活性が低ければもう4分の1ピッチとかで優しい、はい、冬なんかは本当にこうふわふわぐらいの誘ったりとか、巻きスピードも活性が低い時なんかおって本当に2とかのスローな巻き、それ動いてるの動いてないのみたいな。で活性が高ければ本当に8とかでも全然当たってくる。そのぐらいの時でもいいんだね。じゃあ今日ちっちゃいの多いんで、はいはい、メカンドお化けなんと184でさらに当たり出していこうと思います。はいはい、これね結構極 AEX の184って先の柔らかさが結構フューチャーされるんですけど、はいはい、結構テーパーが途中からグッと立ってるんで、合わせは結構効くんですよね。はいはい、メカンドお化けっつってたけどそんな通称があるんですか。いやもうねメカンドやばすぎて、やばすぎタチウオって結構テカンドで釣ること多いんですけど、はい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 、テカンドじゃ絶対もう出ないちっちゃい、さっきのね、うんうん、ちっちゃいこういうやつの当たりとか、はいはいはい、あとは冬の渋い時期、はい、なんかはやばい、やばいんです、やばい、はい、今のちっちゃいあたり出ますかって感じだね。いいほいほいほい。あでもしっかり神に来てからほっぺにかかってるね。ほら当たってる当たってる。はい当たった。ほら当たってる当たってる。はい。今なんか震えるあたりです。しかもこのサイズだもんね。このサイズだもんね。無限立ちお地獄。名刺ツッキーにもこの入れ食いの神戸を今日楽しんでもらおうと思います。もうやる気満々ですぐ落としてるね我慢しきれない感が伝わる。だってあんなのいっぱい見せられちゃったら俺もちょっとその豪太くんのジャーク&スローをやってみようかな。ズッキー今日はタックルは？今日はねタックルはね、極栄太刀天野スペシャルの 82S185 だね。新製品よね。新製品。82調子に、まあソフトなティップ側もよりソフトになってるっていうモデルですね。おーい。おーい。おーい。かかんね。遊ばれてるね、ツキ大阪の立ち上が歓迎してくれてるよ。おい、今のはもういい当たり出てくれた。いい子いい子もう気持ちいいぐらいのね、パーンっていうのが出たからね。おー、ちょっといいサイズだよ。でかいじゃない、ツキ。はい、オーケーオーケー。はい、いいっす。ちょっといいサイズだね。ナイス。タングステンのグロとイワシエサです。いやでもジャーク&スローいいね。めちゃくちゃ当たりすごいいっぱい出るし、天野太刀魚 の、 数釣りっていうことにおいて一番大事にしてるのって何？こう釣りをロジカルに、こうパターンにはめていくみたいなのをすごい大事にしてます。はいはい、で太刀魚釣りってこうやっていく中で3つのステップに釣りが分かれてると思って、はい、どうやって当たりを出すか、で、その当たりをどうやってかけるか、はいはい、でかけた太刀魚をいかに取り込むか、はいはい、でこの3つに分けた時にそれぞれの、ね、こうセクションでいかにこう早くスマートにやれるかっていうのを考えてますね。天野太刀魚の面白さってこう、ね、初心者でも楽しめるし、はいはい、腕の差が出るところだと思うので、はいはいはい、でもパターンみたいなのとかさ、もうテクニックみたいなのを身につけちゃえば、もう豪太君みたいにもうバンバン止まらず、ね、数釣り地獄みたいな感じにも、ね、なるわけだからね。いや本当にでも、ああなるとやっぱみんなもまた行きたいまた行きたいってなるから、ね、なるよね。こ
この動画はもう何回も再生してもらって豪太くんのね、せっかく丸裸にしたこうテクニックを皆さん見つけてもらってぜひこの大阪湾の選手たちをこれからまあシーズンインでトーナメントもあってっていう時期になってきますから ね、行ってほしいですよね、はい、で楽しんでいただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。こちらの動画も面白いらしいけ、皆さんチャンネル登録もしとってねー。